前に生きていたのか。口つけれ。これ以上近づくな。彼女は奴らの手の中にある。離せ。レイ落ち着いて。アイリー俺だ。また新しいご主人様ですね。私は決して逃げたりはいたしません。俺がわからないのか。彼女は完全に心を閉ざしてしまっている。アイリー、これを見ろ。兄さん、本当に兄さんなの。アイリー、そうだ、俺だ。そんな、生きて兄さんに会えるのだったら目を塞ぐのではなかった。兄さん、どこなの。抱きしめて、私を抱きしめて。今助けてやるぞ。お前の可愛い妹はわしの手の中だ。これからわしと同じ思いを味わわせてやる。いや、貴様動くな。お前にはどうすることもできん。そこでわめいているだけだ。騒ぎ出してもう手がつけられん。あの男を見た途端急に怯え出したのです。その女を殺すなら殺せばいい。俺はお前を抹殺するために雇われただけだ。なぜ貴様に身内がおらん。私はそれが一番悲しい。その分こいつをいたぶる以外わしの気が晴れん。待って、身内はいるわ。その娘を離しなさい。私よ、私はこの人の劣気とした婚約者よ。わかった、ここへ上がってこい。この死神の鉄のような顔が苦痛に歪むのなら、こんな人質はいらん。死ぬ気か、マミア。頼む、他に方法がない以上、あの女にかけるしかない。もし、あの女が妹を救うことができたら、俺の一生をあの女にくれてやってもいい。人質を離しなさい。ついでにあなたの命ももらおうかしら。女だと思って甘く見たのがあなたの不運だったわね。抜いて手元によく見てる。あ、鋼鉄製のガビシが。そんなもの火山確定儀を身につけたわしには通用せん。火山確定儀の奥義は瞬時に筋肉を鋼鉄と化すことができるのだ。アイリだけは殺さないでくれ、頼む。そのためなら俺は何でもやる。ならば貴様、その北斗の男を殺せ。落ち着けレイ。奴の狙いは俺たちのどちらかを殺すこと。俺たち二人を同時に敵に回したら確実に騎馬一族は死に絶えることを奴は知っている。レイ、
踏み込みが甘いぞ、レイ。何をもともと勝利なんとの男、貴様妹の命が惜しくないのか。やはり剣、貴様が死ぬしかない。やめて。奥義を尽くさねばこの俺は倒せんぞ。その構えは北斗神拳秘伝の正極林。この構えの持つ意味は貴様も知っていよう。そう、異様な構えを取り出したぞ。なんだ。なんと小波竜。北斗遊撃鼓。よく見ておけ。あれはどちらも捨てんの構え。次の瞬間に勝負が決まる。この勝負、わしの切り札の方が強かったようだな。おい息子たちよ、今こそこやつらを切り刻んで一族の恨みを晴らしてやれ。息子たちよ、次はこの女どもを殺せ。やるな化け物。お目を見とお前たちに殺され。ズバーッ。なっ、女子だ。親父、いや、奴らはかったな。敵を欺き活路を開くのも我らが憲法の恩。正極林の構えは互いの飛行をつき一時的に仮死状態になることの合図だったのだ。貴様は最初からジョーカーを引いていた。貴様ら、よくもわしを騙しおったな。息子たちよ、今度こそ切り刻んでやれ。お前の肉体はすでに死に始めている。確実な死は5秒後、念仏でも唱えよ。殺してやれ。残残妖残発。ゼロ。賢明という飛行を押した。もうすぐ兄さんの顔を見ることができる。本当にこの目が再び。騎馬一族は絶滅した。もう我々の村を脅かすものはない。これで俺たちの仕事も終わったというわけだ。もう胸に七つの傷の男は探さないのか。お前はその男を殺すためだけに多くの殺戮を繰り返してきたのではないのか。
るの。まだぼーっとだけど、兄さんの顔も見える。アイリー、ケン、たとえお前がアイリーを連れ去った本人だと言っても、俺は信じはしない。それぐらい俺にはわかる。アイリー、お前を連れ去った胸に七つの傷の男の顔を覚えているか。あの男の顔は知らない。あの男はいつも黒いヘルメットをかぶって顔を隠していたわ。心当たりがあるのか。まさか奴か。知るか、バカか。そうか。なんだ、体が動かねえ。もう一度だけチャンスをやろう。俺の名を言ってみろ。知ってるだろ。おお、それでは俺の名前を言ってみろ。ああ、そうだ。殺さないでくれ。肝の小せえ野郎だ。あんた、妹を助けてくれたのか。ありがとう。何を勘違いしている。この女は俺がもらった。胸に七つの傷、ジャッカルや騎馬一族を滅ぼしたという。そうよ、このお方が一総伝の北斗神拳唯一の伝承者、ケンシロウ様だ。やはり行くのか。レイ、一つだけ頼む。たとえ命をくれと言っても俺は拒まん。言ってくれ。友の言葉として聞こう。バットトリ、あの二人を頼む。連れて行かんのか。今度の敵はおそらく身内。北斗神拳同士の戦いに。一子相伝の北斗神拳に身内が。俺に三人の兄に北斗神拳の奥義を伝えられるのはただ一人。そのために兄弟の間に血で血を洗う多くの悲劇が起きてしまった。今度ばかりは生きて帰れるという保証はない。二人を頼む。死ぬなよ。マムルさん、生きなされ。もう自分の幸せを考えなされ。追ってもね。あの人は、ケンは、ユリアさんの思い出がある限り、あえて父を選び、身を去らなかのその耳が弟に似ている。小僧、わざと杖を出しやがったな。待ってください。お兄ちゃんはまだ杖に慣れてないんです。許してください。よし、では
前の右足をくれ。そしたら許してやってもいいぜ。わかりました。それで許してもらえるなら。お許しを。この子は今日まで兄の手足となり一生懸命生きてきたのです。本当によくできた弟なんです。よくできた弟。兄より優れた弟なぞ存在しねえ。来い、己の無力さを思い知らせてやるわ。誰がこんなことを。ケンシロウ。やつはどこに。千秋、貴様には地獄すら生ぬるい。そんなに殺気立っていても隠れても意味がないぞ。ん？子供？よくも弟。お前なんか人間じゃない。弟を返せ。かつての俺の甘さがこの幼い兄弟に悲劇をもたらしてしまったのか。互いの人をよく狙え。弟にたかがケンシロウごときに俺様が負けるはずがない。かかったな、北斗千住殺。親父見たか、ケンシロウはまだまだひよっこだ。この腕では北斗神拳を継ぐことはできん。早く俺に決めたらどうだ。愚か者が、自分の体をよく見てみるがいい。飛行の部分にあざが。もしケンシロウがその気だったら、お前の体はすでにただの肉塊になっている。お前も少しはケンシロウを見習うといい。ふん、親父、あんたはいつもそうだ。よく見てみろ、どちらが打撃を受けている。こいつに手加減などする余裕があるはずがない。この程度が実力だ。いいか、お前が俺に勝つことなどありえんのだ。ケンシロウ、なぜ負けを装った。兄だから。そのお前の優しさはいずれ災いとなってお前に降りかかるだろう。撃て。撃つがいい。撃て。この痛み、必ずあの男に届けてやろう。だてめえ、見ねえ顔だな。ここがどこだか分かってんのか、こら。知らん。ジャギのところへ案内しよう。こいつ、化け物だ。お前に、ジャギへの伝言が。俺に何をした。行け、俺の怒りを体いっぱい使って奴に伝える。大変だ。変な奴が仲間をぶっ飛ばして。だ
れば。やっと現れおったが、この日の来ることをどれほど待ったことか。早く死に場所を選べ。貴様は死ぬべき男だ。来い、ケンシロウ。ここなら邪魔が入ることもない。これで心置きなく貴様を殺せるというわけだ。どういう心境の変化。闇討ちが得意なお前に。貴様はあの時俺に勝ったとでも思っていたのか。あの時のことをよく思い出せ。忍者たちはなぜ何も言わん。ケンシロウに伝承者の座を奪われて口惜しくないのか。北斗神拳は一子相伝、伝承できるのはたった一人。俺は知っているぞ。伝承者争いに敗れた人間がどういう運命をたどるか。剣を封じられ名乗ることも許されん。そのためある者は剣を潰され、ある者は記憶を奪われた。俺は許さねえ、認めねえ。この剣を俺より劣る弟に潰されてたまるか。今ならまだ間に合う。親父に謝り伝承者を辞退してこい。なんだその目は。なぜ含み針や銃を使う。どうして剣だけで戦おうとしない。うるせえ。要は強ければいいんだ。どんな手を使おうが勝てばいい。それが全てだ。貴様、いい加減にしろ。殺してやる。貴様さえ死ねば。あら、自分九段。行け。貴様に伝承者の資格はない。バカめ。今が俺を殺す最後のチャンスだったのだ。それを逃した貴様の不運を思い知らせてやる。俺は貴様から受けたこの傷が痛むたびに貴様への憎悪を燃やし募らせて生きてきた。そして俺をおびき寄せるためだけに俺の名を語り、多くの人々を犠牲にしてきたのだな。この矢が何かわかるか。お前はまだ年葉の行かぬ子供まで殺した。これにはその怒りと悲しみとが込められている。あの時のガキのことだな。そんなクズどもの命などこの傷の痛みの比ではないわ。覚悟しろ。あの時は俺が足を滑らせたために運よく勝てたが。まだ気づかない。あれは足が滑ったのではない。すでに飛行をつき足の自由を奪っていたのだ。何？だが今は貴様を生かしておいた俺の甘さを後悔している。その悔いをこの場で断つ。なぜ諦める必要がある。今の時代ケンシロウでは生き抜いていくことはできん。となればユリアは必ず誰かの手に落ちる。それでもいいのか。お前ほどの男が何を迷うことがある。奪い取れ。今は悪魔が微笑む時代なんだ。貴様が神。あの世で神と抱き合って泣くがいい。俺様は誰だ。
名を言ってみろ。俺は北斗神拳の伝承者、ジャギ様だ。バカが、どうあがこうと貴様は助からんわ。地上から消え失せ、終わりだ。終わりだと、バカめ。これが貴様の地獄行きの旅の始まりだ。貴様にはまだ二人兄がいることを忘れたか。貴様の地獄が目に見えるわ。二人が生きていたのか。もし生きているなら、俺は会わねばならん。特に時、あなたには。